アイホーグ ANA ホテルズグループジャパン合同会社は、日本のホテル事業者。インターコンチネンタルホテルズグループと、ANA ホールディングスの合弁企業である。アイホーグ ANA ホテルズとして、日本国内とミクロネシアで、インターコンチネンタル、クラウンプラザホテル、ホリデイン、ホリデインリゾート、キンプトン、ホテルインディゴの6つのブランドのホテルを展開している。 かつては韓国も管轄していたが、アイホーグ内における区域変更に伴い、現在は管轄外となっている。もともとは、全日本空輸グループの株式会社、ANA ホテルズリゾーツであり、全日空ホテルズを運営していたが、2006年にアイホーグとの合弁となった。現在は、全日空ホテルズや ANA ホテルズは存在していない。全日空は、 自社航空旅客路線の就航地に、ゼンニックホテルズとして、ホテル事業を1973年に設立した、子会社、ゼンニックエンタープライズ株式会社を通じて、展開した。かつては、日本国内のみならず、就航地とそれ以外の欧米、東南アジア、オーストラリアの複数の都市でも、現地ホテル企業とマネジメント契約を締結して、チェーン展開していたが、 この海外部門が利用客の伸び悩みとコスト高から多くの不採算を抱えたため1999年より全日空の中期経営計画で海外ホテルズの縮小とエンタープライズ社に残された各ホテルのオペレーション機能を以下の通りそれぞれ分割指別会社に移管させ同社は2003年9月に解散した2005年頃より全日空は本業である 航空運送業へ経営資源を集中させる狙いから有益な物件を抱えたホテル事業を同業者へ売却することの検討に入り2006年10月23日にインターコンチネンタルホテルズグループとの提携に至ったことを発表した合弁のスキームはアイホーグ ANA 体制となった翌年の2007年4月に全日空が直径として 経営に当たった13ホテルの不動産物件と運営企業をモルガン・スタンレーへ売却し B787 を中心とした新機材投入などの設備投資資金に充当することを発表し同年6月までにモルガン・スタンレーの特定目的会社である有限会社上山プロパティズへ2813億円で売却が完了した 日本国内の不動産売買金額としては過去最大規模で1500億円程度の母価を差し引いた売却益は約1300億円に上り実体経済や不動産証券化ビジネスが後継気であったことが反映されている買収に伴いモルガン・スタンレーが買収した各ホテルの運営企業はモルガン・スタンレー系のパノラマホスピタリティが新規に設立した 株式会社パノラマホテルズ1へ一旦は一本化されることになったが、その後は株式会社パノラマホテルズ1、株式会社ホライズンホテルズ、株式会社セントラルホテルズの3社に分社化された。モルガンスタンレー系の施設は順次売却による資本撤退が進められ、2015年7月に株式会社ホライズンホテルズを星野リゾートへ売却したのをもって、 他の運営企業への譲渡が完了した。会員制度、アイホーグリワーズアイホーグの、ホテルロイヤリティープログラムアイホーグ ANA、ホテルズグループのホテルカテゴリーは、以下の通り。アイホーグ ANA ホテルズグループジャパン合同会社は、アイホーグ ANA と、以下略記する。北海道 ANA クラウンプラザホテル、札幌 ANA クラウンプラザホテル。 釧路東北関東 ANA クラウンプラザホテル成田 ANA インターコンチネンタルホテル東京中部近畿中国 ANA クラウンプラザホテル広島四国九州沖縄マンザビーチホテルリゾート ANA インターコンチネンタル石垣リゾート現在はアイホーグ ANA は韓国のホテルとは無関係全日空ホテルズではないインターコンチネンタルホテルズグループ参加のホテルに ついてはありがとうございます。